今日はですね、丸山正雄の福沢諭吉に関する評論から、福沢諭吉の哲学という、そういうふうな評論を紹介したいと思います。この評論のですね、論理構成みたいな、そういうものなんですけれども、まずですね、福沢が大事にするのは自由っていう、そういうようなことで、この自由とは何かっていう、そういうようなことなんですけれども、昔はですね、江戸時代においては、武士は武士の役割、農民は農民の役割っていう、そのような、役割みたいな、武士に生まれると武士を演じながら、武士っていうものを演じながら一生を終えて、町人に生まれればですね、そのどこどこの何々っていう、そういうような町人のを演技しながら、その役割を果たしながら一生を終えるっていう、そのようなですね、役割社会みたいな、そういうようなものだったんだけれども、これがですね、明治維新以降、精神の自由っていう、そういうふうなものがこう、獲得されるようになってですね、福沢はそれを推奨したと。そして精神の自由っていうのは何かっていうと、福沢的な考え方をするとですね、それは価値の相対化っていう、そういうようなことで、これまではですね、江戸時代においては武士は武士の役割、武士には武士の価値っていう、そういうようなものがあったんだけれども、これからはですね、明治維新以降においては価値が相対化されて、全ての価値はですね、比較の上に存在するっていう、価値が高いっていうふうに思われるものも、それより価値が高いと判定されるものにとっては低いわけで、そのようにですね、価値を相対化して考えるべきだっていう、そういうふうなことで、価値を相対化するっていうことが精神の自由っていうものにつながるっていう、そういうようなことになるわけなんですよね。例えて言うならですね、水戸黄門っていう、そのようなテレビ番組ありましたよね。そして水戸黄門っていうものを見るとですね、登場人物を見ればもう一見してですね、これは善人、これは悪人っていうふうに判定することができるわけで、それはですね、助さん、格さんなら、彼らは助さん、格さんっていう役割を演じていて、そして悪代官なら、その悪代官っていう役割を演じているわけで、そこにはですね、ある種の予定調和みたいな明確な価値の序列っていう、そういうふうなものが存在するんですけれども、ここにですね、その役割を取っ払うとどうなるのかっていうと、例えば悪代官もですね、本当に悪代官なのかっていう、その助さん、格さんがその悪代官の立場に立ってみれば、その悪代官がやっているようなこともですね、意外とそう全く悪いことでもないんじゃないのっていう、悪代官にとってみればですね、この民衆を治めるためにこの程度はしなければならないんだよっていう、そういうふうな主張もあり得るでしょうし、助さん、格さんの立場に立ってみれば、少しでも悪いことがあればそれは何か言わなければならないみたいな、それぞれの立場みたいな相対的な立場っていう、そういうふうなものが発生することがあり得ますよね。そうなった時に、その中に身を置く人は、ここまでは良くてここまでは良くないっていう、そのような価値判断を、それぞれがするようになるなって、そしてそれがですね、価値の相対化によって起こる精神の自由っていう、そのどの価値を上に置いてどの価値を下に置くかっていう、そのような価値が相対化された世界において価値を選択するっていう、そのようなことが精神の自由であるっていう、このようなですね、例えば水戸黄門が存在するとするならば、それはもう水戸黄門ではないですよね。それは面白いのか面白くないのかっていう、そういうようなことはわからないんですけれども、全く別のドラマになってくるっていう、そういうことなんですけれども、このようにですね、福沢は価値の相対化、これまではですね、価値が固定されていたんですけれども、価値の相対化によって精神の自由っていうものが増進されていく、そして精神の自由っていうものが増えれば増えるほど価値が相対化していくっていう、このような考え方を福沢は取ってですね、彼の人生においてそれを推奨していったっていう、そういうことなんですけれども、ここにおいてですね、価値が相対化してくると様々な問題が出てきますよね。
価値が相対化してくるわけで、この世界には大事なものなんか何もないみたいな、そういうようなニヒリズムっていうものが、虚無感みたいなものが発生したりですね、自分は小さい人間なんじゃないかっていう役割が与えられてないことによって自分はですね、何者でもないっていう、そのような無力感みたいな、そういうようなものが発生するのではないかっていう、そういうような心配があるんですけれども、このような心配に対してですね、福沢の答えが存在して、それがですね、福沢の安心法っていう、そういうようなものを福沢は語っているっていうふうに丸山は言っていますね。この流れですよね、この流れが福沢諭吉の哲学っていう、そういうふうなことなんですけれども、これをですね、私なりにちょっと解説してみたいと思うんですけれども、まずですね、江戸時代においては武士は武士の役割、武士は武士を演じるみたいな、そういうようなことだったと思うんですけれども、これですね、かなり根深い問題になってまして、例えばですね、子供っていう、そのようなもの、そのような存在っていうのが、まあありますよね。現代において子供とはどういうものかっていうと、大人になる前の幼少期における人間の未熟的な状態っていう、そういうようなものを子供っていうふうに言うと思うんですけれども、これに対してですね、かつての世界においては子供というのは7歳からですね、15歳ぐらいまでの子供っていうのは小さい大人っていうふうに扱われていたんですよね。そして小さい大人っていうふうに扱われていたので、村社会においても、まあ、若い男はですね、青年組とか、女性は娘組とかっていう、そのようなものを組織して、ある種の自治制度みたいな、そういうものが存在したんですけれども、子供においてもですね、子供組っていう、そのようなものが存在していて、一つの小さい大人としてある種のこう、まあ、村社会の中にポジションが、役割が与えられていたんですよね。これがですね、まあ、例えば成人式みたいな、そういうようなものがかつても存在していて、この大きい石をここからここまで動かせばそれがですね、大人に至る関門であるみたいな、そういうふうなこと、ある種の成人式っていう、成人の儀式っていうのは、こう未熟なものから大人に至る、大人っていうもののこう、まあ、門出を飾るですね、ある種の門みたいな、そういうようなものだと現代は思われているかもしれないんですけれども、実はそうではなくて、成人式はですね、これまで子供っていう仮面をかぶっていたものが、あるこう青年組なら青年組のその青年っていう仮面を付け替えるための、そういうふうなための儀式なんで、まあ、現代人が考えるようなですね、成人式っていう、そういうふうなものとは違ったっていう、そういうような研究結果もあったりしますよね。このように役割の世界っていうのは、こう極めてですね、こう深く、かつての日本においては深く浸透していたんですけれども、これはですね、現代においても役割の世界っていうものは、まあ、依然存在していて、まあ、私が思うのはですね、コロナ問題に関してある種のこう専門家の医者なる人物がこうメディアに登場してですね、コロナは危険であると、そしてワクチンの副作用はないと、副反応はあるけれども副作用はないとかっていう、そのような奇怪な議論を展開したりしていたんですけれども、これはですね、彼らは何らかの相対的な真実、相対的な価値を伝えようとかっていう、そのような現代的なポジションでそこにメディアに登場しているわけではなくて、ある種の医療村みたいな、そのような彼らの周りを代表してですね、その利益を代弁するような、そのような役割を与えられてそこに存在しているんですよね。ですから、ある種のこう、まあ、昔で言うなら武士なら武士の役割を果たしたと同じように、彼らはですね、医者の村のですね、その代表としての役割っていう、スポークスマンとしての役割を果たしているっていう、そんなことなわけで、そのスポークスマンとしての彼ら医者にとっては、その彼らが語ることにが真実であるとか真実でないとか、そのようなことをおそらく考えてなくてですね、ただ役割を果たしているだけ、彼らにとっては真実であるかもしれないですけど、知れないけれども、それを聞くですね、一般大衆にとっては別に何の真実でもないと、
価値が相対化されてないわけですからね。価値が相対化されて、その中で、まあ、このワクチンは打つべきなのか打たないべきなのかっていう、そのようなことをですね、私たちが判断するのが、それが福沢の言う精神の自由で、そしてそのようなですね、情報を提供するのが精神の自由に基づいた専門家であり、精神の自由に基づいた報道であるはずなんですけれども、実際はそうなってはなくて、彼らは何か役割を果たそうとする人の一方的な言説を紹介しているっていう、おそらくそういうことだろうと思うんですけれども、このようにですね、役割世界、役割観念こうっていうものは現代においてもかなり残っていて、そしてそれはかつてもですね、かつてにおいても、かつてにおいては非常に深いものがあったっていう、そういうようなことになると思いますね。そして精神の自由っていう、そのような価値の相対化に基づいた精神の自由っていうのが推奨されるような世界になると、ある種のニヒリズムとか無力感とか、そういうふうなものが発生してきて、これに対する福沢の安心法っていう、そういうようなことなんですけれども、ではこの福沢の安心法とは何かっていう、ね、そういうようなことなんですけれども、実際に福沢の安心法っていうのはこうありますね。浮世を軽く認めて、人間万事を一時の戯れとみなし、その戯れを本気に努めて怠らず、ただ怠らざるのみか、真実熱心の極みに達しながら、さて万一の時に臨んでは、本来ただこれ浮世の戯れなりと悟り、熱心すなわち冷却して、熱心たちまち冷却して、方向を一転し、さらに第二の戯れを戯れるべし、これを人生大自在の安心法と称すっていう、こういうようなことがありますよね。ですから、まあ、どういうことかというとですね、この世界っていうのはですね、まあ、私の見ているこの世界、皆さんが見ているこの世界、この日本社会って、日本社会におけるさまざまな事象の中で、私が仕事したりですね、何かすることにおいて、それは戯れであると、胡蝶の夢みたいな、そういうようなものであるではあるんだけれども、その戯れをですね、本気でやってみるっていう、そして本気でやってみて、そして戯れがですね、まあ、何かの拍子で崩れたとする、会社が潰れたりとかですね、そういうようなことが起こったら、また別のところに行って、また戯れを戯れるべしみたいな、そのような、その場では本気でやるんだけれども、しかしその本気にですね、マジにはマジにならないみたいな、そういうふうなことを福沢は言っていて、これが彼の安心法っていう、そういうようなことなんですけれども、この安心法ですね、はっきり言ってしまえば誰でもができるっていう、誰でもがすぐできるっていう、そういうようなものではないと思うんですよね。なぜ福沢がこのような安心法っていう、そのようなものを思いついたのか、実践しているのかっていう、そういうことなんですけれども、福沢がですね、実際に言っていたのは、有名な言葉でですね、一心にして、一世をもって二世を生きるが如しみたいな、なんかそういうようなことを言っていたんですけれども、すなわち明治維新の前と後ではですね、世界が全く異なっていると。そして江戸時代と明治時代っていう2つの人生をですね、まあ、生きたわけで、この世界の根本的な価値観、価値構造、価値体系みたいなものが変わり得るんだっていう、そういうふうな認識っていうのを福沢は持ったっていうふうに言ってますね。すなわち、まあ、この世界っていうのはですね、一つの価値観、まあ、この現代の日本の社会においても、ある種の一つの価値観っていうものが、おそらく2つか3つぐらいの、まあ、価値の基礎構造みたいなものがあってですね、その2つか3つの価値の価値が、価値の周りにこう価値が固まってですね、価値が凝集して、こう世界観みたいな、ね、そういうふうなものを人々共有していると思うんですけれども、そのような根本的な価値観みたいなものが転換する時があるんですよね。そうなると価値構造みたいな、その世界の認識しているその世界観みたいな、その世界の雰囲気みたいなものがガラッと変わることがあるんですよね。そのような、こう世界っていうのは
その世界の雰囲気っていうのは変わるもんなんだっていう、そんなことを福沢は認識してですね、このような、まあ、世界が可変であるっていう、すなわちこの世界の認識っていうのは究極的には相対化され得るっていう、そういうふうな考え方ですよね。そういうようなことを福沢はですね体感したんですよね。この体感によって価値は相対的なものであるっていう、そういうふうなものを福沢は認識して、その価値の相対性っていうことで精神の自由っていう、そういうような考え方を導き出して、そしてこの価値観が根底から変わり得るっていう、そういうようなものを基礎にして、福沢的なですね安心法っていう、浮世を軽く認めてっていう、その場では本気でやるんだけれども、また別の場所に行けば別の価値観でそこで本気でやるみたいな、そのような安心法っていうものを開発したっていう、そういうようなこう、まあ、福沢の、まあ、人生における歴史的経緯みたいな、そういうようなものがあって、私たちはですね、まあ、なかなかそこの境地には達することがですね難しいんですけれども、そのような安心法っていう、まあ、ニヒリズムとかですね虚無感とかのその向こうにですね、まあ、福沢的な安心法みたいな、安心世界っていう、そういうふうなものが存在するっていう、そういうふうなことになるだろうと思いますね。今日はですね丸山正雄の福沢諭吉に関する評論から、福沢諭吉の哲学っていう、そのようなものを、そのような評論を紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。